ますよ。人懐っこいことで有名なハルーピー、ムラッチさん。さん付けしちゃった。久々すぎて。そう、人懐っこい。今日はいつもとお部屋の場所も違うところやね、ひろぞうさん。おお、すごい、よくお分かりで。久々のこの背景。そう、ママがね、せっかくねハロウィン仕様にね後ろやってくれたの、いっぱい装飾してくれて、かぼちゃがおったりいっぱいねやってくれたんで、ちょっと今日はちゃんとこっちでやろうと思って、そう、めっちゃ久々にこっちから配信しました。だからなんかすごい違和感しかない。違和感です。夏疲れたいのでおやついっぱいあげる、テイクルさん。おやつはまあそうですね、釣られちゃうかな。ママさんさすがです。坂さん、みんな書いてくれて、久々のアングル、やぶちゃん、それな、ほんまにマジでいつぶりかなっていうレベルよね、マジで久々。少し家具が移動したん、三方町。おお、確かに。そっか、配信はしてなかったですね。多分こっちとこっち入れ替えたんだよな、確か。赤色がね、この景色みんな覚えててくれたんですか。夏疲れたいのでいっぱい甘やかします。それはもう懐きますね、それは。懐いちゃいますね。久々に見に来たお母ちゃんさん、ありがとう、嬉しい、来てくれて。今月のネイル見せて、ライチッチさん。今月のネイルは水色です。水色でちょっとギラギラと、ちょっとなんかなんて言ったらいいんやろ、オーロラの Wi-Fi がおかしい日かもしれない。改めてこんばんは、まことさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。何の話してたっけ。何の話したっけな、ちょっと忘れちゃった。ハルーピー可愛すぎるのでお菓子あげます。ヒデさん、ちょうだい、トリックオアトリート。髪切った、トクちゃん、切ったよ。めっちゃ短いのよ、見てこれ、見えるかな、見てこの長さ、やばくない。まあ巻いてるっていうのもあるんですけど、めちゃめちゃ短くない、腰下ぐらいまであったのにこんな短くなっちゃって、すごい自分ではめちゃめちゃイメチェン。めちゃめちゃね、短いよな。そうやねん、だから結構髪の毛くくったりした時に長さ全然ちゃうかも。そう、もうね、傷んでるところ全部切りました。頭ちょっと軽くなった、軽くなったかは分からんけど、でもあのお風呂上がりに髪の毛乾かすのがめっちゃ楽です。全然違う、こんだけでびっくり。何センチ切ったの、ヤンさん。え、何センチやろ、わかんない、もうお任せで、なんか綺麗なとこまで切ってくださいって言ったから、正直わかんないんですけど10センチは切ったかな。
分からん。あ、これはタワーですか？徳ちゃん、タワーありがとう。徳ちゃん、ありがタワーです。すごい可愛い。ろうそくタワーになってる、なんか。なんやっけ、ハロウィン。やばい、今、ハロウィンど忘れしてたの、やば。ハロウィン仕様じゃないですか。ありがとう。ありがとうございます。3日確認させてもらうわ、しげさん。お、もうね、もうすぐだから見てみてください。髪の毛含めはるかのこと、何しても可愛いのよ。はるちほーちゃん嬉しい、今日も甘やかしてくれて。切ったの、あやねちゃん。そう、切ったの、切ったんです。実はでも前髪はね、いつも自分で切るから、昨日お願いしやんかってんけど、ちょっとな、今日な、あの、自分でやけど切ればよかったって思う、今日一日。長くて重たいんよ今。どんな春かも好きで、ますます可愛さに磨きがかかっちゃうね。なあちゃさん、本当？みんなはどっちが好きなんやろ。長すぎてもって感じなんかな。どうなん。今夜はその格好で寝そう。でも今日はこの後配信終わったら、自主練ですよ、家でリハ確認しなきゃいけないから、まだまだ寝れます。ほんま？ショート好きやけど、はるちゃんは好き。嬉しい。最近もバメ取りました、もちさん。ありがとうございます。最近全然ちょっとリハに追われすぎて、送りますね、ちゃんと寝て。でちょっと予習じゃないわ。やばい、もう頭が。じゃあ、ありがとう、見てくれて。タワーですか、これは。朝早いの、モフ兄さん。はるかからしたら早い。早いかは分からん。ただはるかからしたらすごく早い。遅れてきたらハルーピー、たけさん、そう、ハルーピーだよ今日は。ハルーピーです。あ、かぼちゃタワー、やっぱりこれ、これはひろぞうさんかな。ちょっと待ってね。あ、ひろぞうさんですね。かぼちゃかわいい、ありがとうね、頑張ります。
っかりします。ハルーピーはアイコン案件や、メール、猫かわいい。来たってことは明日から11月やろ。やばくない？早すぎん？もう分からないよ、はるちゃんしか見たい。ほんま言ったで、絶対目離しちゃダメですよ。お、見つけさせてください。まあどこに行っても絶対見つけますよ。もう年末、いやそれよな、早くない？やばいやん、怖い。ついこの間明けおめしたよ、はるかは。はるかはとか言って。あと2ヶ月で年越しとか信じられない、大ちゃん。いやそれすぎ、びっくりよ、怖い怖い。本当どうしましょう、カッキーさん。なあ、ほんまにどうする？まあ、かといってじゃあ今年何かやり残したことありますかって言われたらちょっと分からんけど。知らんけど、でもなんかね、気持ち的な問題、なんかどうしようってなっちゃう。もふもふはるちゃん可愛すぎる、のりすけさん、やったー。もうもふもふの季節やもんな。最近はモフモフのかわいいね、ジェラピケのパジャマで寝てます。もう寒いからな。こうなったらオレンジペンラしか持っていかん。わあ言ったで。約束しっかり振ってってくださいよ。ステージから結構見えてるの、え、めっちゃ見えるよ。とかうちわとかもね、なんかこうなんやっけ、指さしてとか書いてくれる方いるじゃないですか。ああいうのめっちゃ見えるから、めっちゃやっちゃいますね。やっちゃって振り忘れそうになる。一番あかんやつ。気をつけます。気をつけながらみんなのそういうのにね、答えていけたらなって思っておる次第でございます。今回はより見えるんじゃないかなって思ってるので、お楽しみに。年内にお話し会あってほしい。それね、そろそろ会いたい。いつが最後やっけ。まだなんか夏ぐらいだったよな。明日からは部屋もクリスマスバージョンに変わるのかな。どうなんやろ。でもママが昨日ボソッとクリスマスツリー出さないとって言ってた。そういえば。そういえばそういえば。ハルーピー大変ですよ、買ったら。それハルーピーです。答えてくれて嬉しい、テッシーさん。もう名前うちは以外で答えやすいうちなんやろう。でも結構いろいろとか、エアハグしてとか、なんかハート作ってとか、なんか結構いろいろできますよ。
ママさんさすがすぎる。いやそれなママほんまねそういうね仕事ほんと早いんですよ本当に。サダハルーピー兵馬さん、そうサダハルーピーです今日みんなお話し会してほしいって書いてくれてる。お話し会あったらみんな来てくれますか。はるかルーム待ち合わせしてくれる。戦争とオレンジペンライト持ってはるちゃんにパワー届けます。受け取ってね。もちろん当たり前よ受け取りますよ。でもやっぱねオレンジねめっちゃ目立つんよ。やからねほんとすぐわかる。すぐ久しぶりにショールーム来れた。こんばんまるりさちゃん、あーありがとう。こんばんまる DM とか見てるよ、ありがとう。こんばんはみんな、こんばんはありがとう。久しぶりのはるちゃんの配信で、はるちゃんパワー充電中。なかしーさん、うわー嬉しいね。最近なかなか配信できてなかったから本当に久しぶりになった。2日連続めっちゃ久々よね。遅れてきたらめっちゃ可愛いコスプレしとるふうにゃさん、今日はハルーピーですワン。何気にハルカルーム久しぶりだな。ホリーさん、そう昨日おーみんなも言ったで、もうアイコンともう約束ある。きっとねライブでもね、もうね本当に早く会いたいね。もうリハはないの。みゆさんありますよ、追い込みリハがあります。今日はテロップ書かないの。こうこうか、うん、なんかね何書けばいいか分かんないので今日はやめるオレンジの景色たくさん見えるといいね、ヒデさん。いや本当にね、でも最近ほんまにライブでなんか初夏とかで思ったんやけど、ライブとかでもやっぱオレンジ見える機会がすごく多くなってほんまに嬉しい。ライブとかも劇場公演もやったけど、ライブとかほんまにオレンジどこ、はるちゃん推しの方あそことどこだぐらいのほんまに嬉しいね本当に。はい、ハロウィンホラー映画見ました、あのねおじさんさん。何ですか、どんなの。ホラー映画ってそんなあんま見たことないから、チャッキーぐらいしか見たことないか。また満員計画しなきゃね喋れんかった満員計画しなきゃね。いやほんまにね、またお話し会があったらぜひ皆さんお話し相手しに来てください。話したいこといっぱいあってもお話し会、はるかもやで、はるかもなんかあこの方来てくれるって言ってたからこのこと話したいなとか思ってても会えたことに嬉しすぎてなんかそういつの間にかもう時間終わっちゃって、あとあとあこれ話したかったのにとかね、お互い様やね。
ライブ楽しみすぎる、早くはるちゃんに会いたい、まゆかちゃん嬉しい。待っててくださいしか言えへんのがちょっと、そう。島城さん確かにもはやハロウィンねって感じじゃないですか。ハロウィンからもはや遥かの日ですよね。やばい、今日もめっちゃ時差時差よ。さすがに久しぶりは緊張しそう。いやでも緊張しそうやな。はるかも緊張しちゃいそう。お話し会で発動してくれるゲラ、はるか大好きやそう、お話し会でもなゲラなんでね、いっぱい笑ってあの表情筋があのもう痛くなる終わった後ほんまにゲラすぎて。ハロウィンすごいいいね、ハロウィンいいね、めっちゃいいやん。ハロウィン、ハロウィンで行こう、来年から、今年からじゃなくて来年からね。時計の音する、オレンジの時計が。来年からかい、ナイスツッコミ来年から。こんばんは、夢野さん、初見さんありがとうございます。なんで来てくれたんですか、嬉しい。クロミちゃんのアイコンかわいい。来年の今日もハルーピーかな来年の今日どうやろうな、どうでしょうか。ハロウィンイコールはるかしか勝たん、おお、はるかしか勝たんの日こんばんは、うちぴんさんこんばんは、ありがとうございます。ハルーピーグッズはいつ発売ですか。ハルーピーはグッズ化はならないのでちょっとレアキャラになりますレアキャラになるのでちょっと逃さずぜひ会いに来てください。こんばんは、ハッピーハロウィン、ナグノンさん、ハッピーハロウィン。トリックはトリート、はるちゃんしか勝たんのは毎日、ほんま嬉しい。ちょっとだけその言葉を待ってましたちょっとだけね、ちょっとだけ。極細ポッキーを食べています、おいピーマン千春さん。ポッキーってなんか そういうの多くない？やばいやん二十歳、怖い怖いよ確かにもうだって二十歳まで言ってあと半年ちょっとですもんね。まあはるちゃんは常にワンコなので、ワンコやっぱり、やっぱりみんなに言われる。
2002年生まれですか。そうですよ、2002年6月30日生まれです。ちなみにはるかはめちゃめちゃ予定日よりめちゃめちゃ早く、めちゃめちゃ早く、うん、結構早めに生まれたらしい。7月終わりの予定だったって聞いた気がする。ごめん、嘘の情報流してたら確かそうやったと思う。めっちゃ早いんやん、早いやん、そうだったと思うちょっとちょっと忘れたけど、そうせっかちなんかなかもしれへん、早く、そうそう、ママしかわからんのよダンス中も好きやけど普段のはるかめっちゃか好きやわ。えー嬉しいえみんなははるかの何が好きなんですか聞いて聞き何だろう、何が好きですかはるか同い年です。親近感存在マジそんな大きく大きく言ってくれるの。目マツケンさん目が好きですか、嬉しいね。存在パフォーマンスです。関さんおおパフォーマンスね、嬉しい。そりゃ全部全部全部に決まってるやん。声くんちゃんおー声全部っていっぱい書いてくれてる。ひたむきで一生懸命、うわー嬉しいね、そんなん言ってもらえて。ふわふわしたところ井口さんおー笑顔きっかけはパフォーマンス、うわー嬉しい。パフォーマンスと配信のギャップ、あー結構なんかやっぱパフォーマンスしてる時と全然違うって言っていただけるもんね。決めれないわおビジュアルタロタンさんマジ嬉しい。パフォーマンスでやったのでやっぱりパフォーマンスが好き。あとすべてうわみんな嬉しいこといっぱい書いてくれて、これももう覚えましたよみんなみんながね丁寧なところ、田所さんえ丁寧丁寧パフォ真面目、目標に向かってしっかり歩む、ゲラワカボンさんありがとうございます、いっぱい書いてくれて。かわいい案件さんありがとう、ありがとうございます。甘えてくれるところ、うわちょっとはるかなかなかね甘えれないので、みんなにはね甘えさせてもらって、ちょっとレアですよファンを大事にしてくれるところ、いやそれはもう当たり前じゃないですか。みんながねはるかのこと大事にしてくれるから、それのそれと同じ同じです。あでもなんかやっぱ何やろ、三者三様じゃないけどすごいいろいろ十人十色というかいろいろあって面白いな、嬉しいね。でも可愛さとグランフェッテ、わお癖強グランフェッテは癖強いな。嬉しいね。美しいお辞儀、修行ドライバーさん、お辞儀、お辞儀はなんか自分で全然気にしたことなかったんやけど、
なんかファンの皆さんがはるちゃんのお辞儀綺麗とか言ってくれるのを聞いてなんか嬉しいですねなんかバレエが生きてるんやって。記憶力がいいところ、最高師範さん、あ久しぶり。記憶力、そう勉強では活かせなかったんやけどここではなんかね少しは活かせれてますね。トークうまいの好き、アフロ軍曹さん、トークはまだまだ勉強中やけど、まあ初期の頃からしたら少しは喋れるようになったかな。パフォーマンスで好きになったら沼だと全部好き、リサちゃん嬉しい、キュンはじめまして一休さん、ありがとうございます。初見さん、なんで来てくれたんですか、ありがとうございます。わでもやっぱいろいろあるね、嬉しいな。通りすがりのものですが顔は好きです。とも DD さん、顔は顔、ありがとうございます。なあんまりなんか顔ってあんまりなんか言われることない気がするから嬉しい何となく手振ってみたはじめまして紫電会さん、ありがとうございます。なんで来てくれたんですか、嬉しい。アイドル偏差値高いよね、全然全然よ、ほんまに。もうダンスも覚えるの苦戦まではないんか、まあ苦戦まではないな、でも早くはないし、なんか全部真ん中って感じだからね、飛び抜けてできるように頑張ります。でもやっぱり普段とパフォーマンスのギャップかな。へえ、ギャップ、やっぱギャップいいですか、ギャップあるか、まあまあまあ、あるんかお、一休さん、フラフラと来てしまった、うわありがとう、運命ですかこんばんは、みくちゃさん、こんばんは、ありがとうございます。めっちゃ可愛いお顔ですよって書いてくれて、優しいありがとう、なんか照れちゃう照れちゃうよ。インスタの動画に声あったらもっともっと魅力伝わるのにって思う。あーでもね、インスタの動画はねなかなか難しいんですよね。音消してるんやけど、わざと外で撮るから、はるか以外のあの他の方の声とかなんか街中の音声とかが入っちゃってちょっと難しいよね。だからちょっとわざと消してるんよ。いやみんなギャップあるよって、ギャップいいやんって書いてくれて、ほんま握手会で最後まで見てくれた、あきらさっかラブさん、懐かしい、あれしたいね、また最近なお話し会やったらやっぱこうプッて消えちゃうからそれ寂しいよね。握手会やったらねずっともうほんまにレーン出るまでねお見送りさせてもらってたんやけど、テレテレやっちゃん、テレテレですよ、ほんとみんないっぱい褒めてくれるからはるちゃん可愛すぎて困ってるな、りゅうちゃんさん、困らんと言ってください、好きになってくださいなんて言ってるかめっちゃ想像する、うわ新しい見方、嬉しい、そんな見てくれて。めちゃくちゃ優しい握手会や、いやもうねほんまに楽しかったね、
お話し会ももちろん楽しいけどね。また再会したいな。最後にはるちゃんとコールするのが好きだった。うわ懐かしい懐かしすぎる。めっちゃ好きやった。名残惜しいよね。あの瞬間褒めるとこしかないやん、はるちゃん。いやいや、もうポンコツなんで。ポンコツやから。そう、全然ですよ、ほんまに。またまとめ出ししたい。うわーね、いっぱい話したいな。ほんまに楽しかったな、あれ。またしたいね。やっぱなんやろ、自粛期間中とかにさ、なんかこう見つけてくださった方とかも結構いっぱい嬉しいことにいらっしゃるから、よりなんか握手会したい気持ちがあるよね。来年あたりコールもできそうやない？そうかな。マスクしてたら OK とかならんかな。最近ね、若干落ち着いてきてはいるけど。見た目はお嬢様だけど喋るところ見ると身近に感じる。そう、見た目お嬢様？うっそー。全然めちゃめちゃそこの辺におる人ですよ。その辺におる人っていうか、なんて言ったらいいんやろ。全然お嬢様ちゃうよ。お話し会行きたい。じいやさん来てよ、来てください。待ってるよ。コールできる日来たら号泣。いや、それはるか多分泣いちゃうかも。はるかほんまに泣いちゃうかもしれない、公園でコール聞けるようになったら。劇場公演の入場数も増えてきたからだいぶ良くなってきなあ。そうよね、握手会じゃなくてもいいからせめて直接話したい。たくみくん、うわー嬉しい、会いたい、ほんまにね。ほんまに会いたい。その辺にいたらビビるわケンティ。嘘。いやいやいや、そんなことないよ。もしかしたらみんなとすれ違ってるかもやで、どっかでね、街中とかありえますよ。全然はるちゃんハッピーハロウィン、わかちゃんハッピーハロウィン。ハロウィンって一日しかないから、ちょっとね、なんかめっちゃ特別よな。全部か、行事ごとって。行事ごとってそんなもんか。ポンコツ出た。前はマスクでコールありのとこもあった。ラトさん、あ、そうなん。ゴディバーさんのイベントってそれやっけ、結構前のやつ。全力でしちゃって次の日声出なさそう。危ない危ない。でもね、それぐらいね、みんなね、そうよな、それぐらいやってないもんな。すれ違ったら気づくのよ。ほんま？そんなことないよ、はるか。あの、そんめちゃめちゃ多分なんやろ、もう存在感消してるわけじゃないけど消えてそうやから。ナンバならありえる、確かに。ナンバはね、もはや。はるちゃん後ろを通過したことはあるらしい。嘘ー、マジ？
まいそう。まあでも確かになんかあったらね、うんってなるような一瞬。きっとこの間のユニバで絶対すれ違ってたと思う。ああなんかインスタに書いてくれてたような、同じ日に行ったって。もしかしたらはるかとゆいながね、ジェットコースター乗ってるとこ見てたかもしれないジェットコースター乗ってたとこ見てたかわかんないけどね、もしかしたらすれ違ってたかもしれない。全力でコールしたら腰が痛くなるって知ってる？嘘。うん、確かに腰に来るの危ないやん鳩には気づかれ。いやもうほんまに鳩さ、最近もうさ、もうほんまに怖くて、鳩めっちゃ遠回りするんよな。めちゃめちゃ鳩遠回りして行ってます。怖いよ何が怖いんってメンバーから言われるけど。今日も可愛いね。プーマさんありがとうございます。今日もありがとう。こんばんは。ギリギリさんもこんばんは。ありがとうございます。遠い昔に6期生の団体を遠くで見かけたこと。嘘。はるかおった？はるかおったんかな。ハリドリ乗った？乗ったよ。ハリドもうそこに鳩がおってん、歩いてたんよ近くを。もうはるか座れへんくて、立っとかないと気が気でなくってほんでゆいな普通に座るし、周りの人も普通に鳩めっちゃスレスレ歩いてんのに座ってるから、え、なんで座ってんれるんやろってめっちゃ謎やった。もう怖い。はるちゃんと一緒にハリドリ乗れる世界線の子なんじゅちゃんかわいい。でももしかしたらあれやで、たまたま行った時に隣とかありえるからね。あれやってあれ4人乗りじゃないですか、1列に。だから普通にさ、2人メンバーと2人で行くこととかが多いからさ、普通にこうなんか隣の方が全然知らない方とかよくあるからさ、ありえるよな。はるちゃんの弱点か、確かに弱点なら俺がはるかをハトから守るか。うわー頼もしい、守ってほしい切実にこれはマジでもうほんまにね、ちょっと怖いんです。怖いの。そうダメですね。ハトに罪はない。いやもちろんハトに全然罪はないんよ、ないんだけど、ちょっとね怖い。電車乗ってて隣にみかなさんの袖お話し会でもそれ言ってくれたっけ。それはビビるな。みかなさんはもう国宝級ですからね。はるちゃんと同じタイミングで待ち列並べばワンチャン並べるかも。いやそれよな、ほんまに。なんか前もこの間じゃなかったけど、前に結構前に誰だっけな、ハーサちゃんかな、ハーサちゃんか誰かとユニバ行った時に並んでた時にジェットコースター、あのアンジービー来てらっしゃる方とかもいたしね。やっと配信来れた。はるちゃんかわいい。あーゆりりんさんありがとう、久しぶり。あと怖いとか可愛すぎる。いやもうほんまに、もう本当にね、もう仲良くしたいんですけどね、できるもんならねしたいんやけどな、したいっていうかね、なんかちょっとね、そんなん嫌いとかね苦手とか言ったらダメなんですけどね、鳩もう鳩に罪はないから。そう、ブログの時間だ。ほんまや、早っ、もうこんな時間なん、
早すぎん。はるちゃんと一緒ならジェットコースターも乗れそう。そう、ほんま。はるかとでも乗ったらほんまにもあっという間ですよ。もうずっとね笑ってるから隣で。こんばんまる、大かぶり物して、あ、中間さん久しぶり。そう、今日はハルーピーです。一応ハロウィンってことで。やっぱりアンジービー着てる人見るとおってなるの。なるなる、やっぱりなんか。はるかが別にね、あのプロデュースしてるわけじゃないのに、なんかあ、アンジービーとかなっちゃうね。さえさん推しの方かなとか、 NMB 好きな方かなとか思っちゃうね。あっという間すぎるなあ、ほんまに時間あっという間すぎて。ワイもそれ見たらハルちゃんやった。アンジービー見たら、いや嬉しいね、そんな。アンジービーのロゴ見つけやすい。え、そうよな、すぐわかるよね、ほんまに。今はアンジービー来てる。うわ、意識高い。意識高いってはるかのもんじゃないけど。こんばんは、あ、藤枝さん、こんばんは、お久しぶり。オレンジの服にも反応しちゃう。もちろんオレンジ見ると街中でやっぱ反応しちゃうね。見ちゃいますね。メンバーにも言われるもん、なんかオレンジのトレーナーとか着てらっしゃる方がこう前から歩いてきたりすると、ロッキーの同期とかからは、まあ、この間カレンタンが言ったんかな、カレンタンから、あ、はるちゃんお仲間さんおるでとかって仲間って言われて。そう、全然知らない方やのに、そう、メンバーからも言われる。まあでもそれぐらい浸透してきたってことで嬉しいね。そう、仲間笑うとか、そう、仲間って言われる。ではちょっと久々に教えてはるちゃんを少ししたいと思いますが、よろしいですか？ OK？ OK、 OK ですか？街中で、あ、はるちゃん推しって思うよ。藤崎さん、わかる。なんかね、ファンの方かなってね、思っちゃうのよ。思って見ちゃうのよ。もうね、勝手にオレンジはなんか、はるかのものとして見ちゃうところがあるんですよね。ダメですね。あ、待ってました、お、イエーイ。じゃあ教えてはるちゃんしたいと思います。ちょっとだけやけどやりますね。ではでは、いきますよ。まず一つ目、なおちゃさんからいただきました、ありがとうございます。最近あったはるちゃんのちょこっと嬉しいこと、嬉しかったことを教えてほしいです。もうこれはね、ライブでわかるというか、ライブが終わってから言いますね。もうまあちょこっと、うん、どころじゃないのかもしれないんですけど、ライブで皆さん見ていただいたらわかるかなと思うので、これはちょっとね、まあ、言えないですね。楽しみにしててください。はい。そうですね、まあいろいろみんな気になってる。そう、もう絶対にもう目を離さずに出てください。はい、じゃあ続いていきます。みんなめっちゃ気になってくれてる。続いて、
2つ目、とくちゃんからいただきました。ありがとうございます。しおんさんが韓国アイドルさんみたいに髪を染めて綺麗と言ってたはるちゃん、はるちゃんもいつかは韓国アイドルさんみたいにピンクとかオレンジに髪を染めてみたいですか？また今すぐにでも色を変えれるなら何色？これは、まあ、はるかはなんか、まあ、一時期そういうなんていうんやろ、韓国アイドルさんみたいななんかこうちょっと金髪っぽい感じとかに憧れたことはあるけど、なんか自分の顔的にちょっと合わないなっていうのがなんかこうあって、自分の中であんまりこう明るすぎる色似合わんのちゃうかなって思ってるから、そんなにあれやねんけど、でもやってみたい髪色と言われるとミルクティー色っていうんかな、なんかそういうミルクティーブラウンみたいな、ちょっとね金髪までは全然いかんのやけど、茶髪よりはちょっと なんていうの、黄色っぽいというか本当にミルクティーみたいな色なんですよ。それにはなんかこうしてみたいなというのが前にあったかな。まあでもちょっとだけ若干茶髪にしてから全然もうなんかこんな色にしたい、あんな色にしたいとかそこまでなくなった。そう、でもまあやってみたいなぐらいの感じではあるかな。オレンジちゃうんだとか、オレンジなみんなから言われるんやけどね、オレンジはせやな、毛先だけとかしてみようか。毛先だけオレンジね。まあでもそんな感じかな今んとこ。だからまあアイドルをねやってる間は変えないかなって思います。まあ憧れはミルクティーブラウンみたいな感じです。前髪だけオレンジ、ハードル高いな結構。はい、って感じかね。じゃあ続いて3つ目、おじりんさんからいただきました。ありがとうございます。はるちゃんがメンバーをプロデュースするなら誰かな、そしてどんな公演にするかな。これはねちょっと考えたけど難しくて、やっぱまだ自分自身のプロデュースも全然まだまだできてない部分ばっかりなので、やっぱ自分かな今は。まだ自分自身をもっとなんかプロデュース力上げて、なんかどういうことをしたいとか、どういう方向に行きたいとか、なんかそういうのをもっとしっかり見えるようなになりたいかなって思います。だから誰かとかねまだないかな、まだ自分のことでまだまだいっぱいいっぱいかもしれないですね。頑張ります。誰かいつかそういうプロデュースとかできるようになれるぐらいね、自分のことをもっと磨いていけたらなって思います。頑張ります。はい、じゃあ続いてホリーさんからいただきました。ありがとうございます。笑顔でお化け屋敷見てたはるちゃんですが、ホラー映画とかも大丈夫なのかな。これはねさっきも若干話したんやけど、ホラー映画ははるかそんなに見たことなくて、なんかなんやろ、チャッキーは大丈夫でした。全然うっとかはなるけど、若干なんかもう見れないとかではなかった。ただ日本のホラー映画になると厳しい、厳いですね。これはむずい、ちょっと多分見れない、怖い。それこそとかなんかね、ちっちゃい時にねがねテレビでたまたま見てて、リングってやつを見てたんですよ、たまたまパパが。それをはるかもなんかなんとなく一緒になって見てたんやけど、それがなんかすごい怖かったイメージで、ちょっとねそういう系は無理だと思います。多分本当に無理、怖すぎ。チャッキーはいけんねん。そう、なんなんやろうな、何の違いなんやろ、物によるって感じです。え、怖いよな、怖いよねやっぱああいう系。そう、あ、身近に感じる、確かにそういうことか。そうそう、だからちょっとそういう系は無理ですけどって
感じかな。はい、じゃあ続いて、ふうにゃさんからいただきました。ありがとうございます。大阪へ来たらここえ行かなきゃってご飯屋さん教えて。これはね、はるかもね、なんかどこっていうのは劇場とかね、劇場公演とかわなかさんでもやっぱ大阪といえばたこ焼きと、好きやし、やっぱ感じです。ライブ終わりにご飯行ったよとか、なんかね、そういうの前まですごい教えてもらってたから、また教えて。そう、わなか鉄板って書いてるね。やっぱやっぱね、美味しいよな。すごい、みんなもう教えてくれてる早い。じゃあ続いて、どれ今日ラストにしますね。あ、これまた、こちらもふうにゃさんからいただきました。どうした印象的だった景色や光景って何？例えばもうもはや最近の劇場公演毎回もうあの電磁ペンライト、もうてた方とかはもうご存知、本当にないと、もはやない日もあったし、1、2本っていう言い方変だな、1人2人オレンジペンライト持っててくださる方がいらっしゃれば嬉しいというか、いい方みたいな、なんですよ、はるか。だからこで来てくださるファンの方がすごいたくさんね、少しずつやけど増えてて、もうなんかほんまにはるかのファンの方かなっていうぐらいほんまに嬉しくて、そう、なんか嘘じゃない、ドッキリじゃないよなみたいな、もはやそれレベルだったんですよ、本当に。今でもほんと信じられへんレベルで嬉しいし、やっぱそれって当たり前のことじゃないから、自分のカラーのペンライトを持って来てくださるっていうのが本当に当たり前のことじゃないっていうのをもう身をもって知っているのでほんまに嬉しいし、もう本当にだからそういう公演は本当一回一回が忘れれない景色やし、ライブとかでももちろんそうですね。少しずつオレンジペンライトの方とか、オレンジ T シャツ着てくださってる方とか、はるちゃんって書いてるうちわとか、はるかのうちわ持っててくださる方とかが、なんかあ、こっちにもいる、あっちにもいるってなったのが本当に結構最近のことなので、やっぱそれは忘れられへんかなって感じですね。本当に嬉しい。まあ、もちろん生誕祭のね、全部もう皆さん、あの推しとか関係なく、みんながねオレンジペンライトに変えてくださってたりとか、そういうのももちろん忘れられへんし、まあ全然オレンジペンライトとは関係なくでいくと、まあお披露目の時とかの景色とか、初めて立った劇場公演とか、そういうのも忘れられへん。でも逆に逆を返すと、オレンジペンライトがなかった景色も忘れれないですね、はるかからすると。なんかうんかなって思います。すごい最後めっちゃ語っちゃったけどそれぐらいどっちも印象に残ってますね。なんか今と違いすぎる、違いすぎる、まあ今がめちゃめちゃ多いんかって言われたら全然まだまだなんやけどまだまだ途中経過なんやけど、
でも本当に初期に比べたら全然違うので、はるかからするとすっごい忘れられへん景色がどん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 増え続けてます。今これもね、まだまだ途中経過やと自分では思ってるんで、みんなと一緒にね、まだまだいろんなそういうね景色が見れたらなーって思っている最中です。まだまだこれからみんなで頑張る。嬉しい。もうね、そう言ってくれるからこそ本当なんか心強いというか、頑張ろうってまだいけるって思えるので、ほんまにみんなの言葉がね、元気にパワーにもなるし、勇気づけてもらえるし、本当にいつもありがとうございます。なんか最後の最後で真面目になってな、あんな鳩がしてたのにな。ありがとうございます。本当にいっぱいね、今もね、もう本当嬉しいコメントいっぱい書いてくれてて、ちゃんと見てますよ。ありがとう。まだまだいける、行きたいです、もっと上、頑張ります。鳩笑ね。そうやね、ね、鳩の話してた配信と同じ配信とは思えへんテンションでちょっと今喋っちゃったよ。ね、本当に。まあね、そんな感じですかね。本当に教えてはるちゃんもたくさんありがとうございます。まだちょっと9月分でね、申し訳ない。あ、でも9月25まで行きましたって言ってもう10月終わるっていうね。やばい。でも3ヶ月遅れってね、前ファンの方が書いててくれたんやけど、3ヶ月よりかは結構縮まったかなって。でもみんながね、ちょっとあの気を使ってね、あの優しさで自粛って書いてくださってる方とかもいらっしゃるから、本当にありがとうございます。優しい、みんな。ちょっとね、配信できる時は教えてはるちゃんもさせてもらうので待っててください。優しい、みんな。もうちょい待っててね、待っててください。それではそれでは、もう39分や、やばい。じゃあブログのね、交換ノートの時間もあるんで、そろそろ終わりにしたいと思います。ということでランキングを読ませてもらいます。いきます。13位中子花さん、ありがとうございます。12位アッキーさん、ありがとうございます。11位ムラッチ、ありがとうございます。10位大ちゃん、ありがとうございます。9位フレンドちゃん、ありがとうございます。8位味方町、ありがとうございます。7位ヒデさん、ありがとうございます。6位スノーマンさん、ありがとうございます。5位ゴッチンさん、ありがとうございます。4位シムさん、ありがとうございます。3位イグッチさん、ありがとうございます。2位ヒロゾウさん、ありがとうございます。そして1位がトクちゃんです。ありがとうございます。そしてヒロゾウさんとトクちゃんはタワー、ありがとうございます。ハロウィンタワー、かわいいタワーをお二人ともありがとうございます。ということで早速今日のラッキーさん決めます。今日のラッキーさんはこの方。じゃーん。お、10位大ちゃんいますか。10月最後に10ってよくない、なんか。何がいいのって言われるとちょっと分からんけど、なんかすごくない。10月ラスト10番。あ、いた、おめでとうございます。久々にこのくじ引いたな、はるか。少々お待ちください。なんかペン細くなった気がする、ペン先。あ、みんないいとか、なんか分かるとか書いてくれて、優しい、優しすぎるよ。本当にみんな温かいですね。ほんとほんまはるちゃんを持ってるな、ジーボーイさん、優しすぎん。あ、これ出すの忘れてた。1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントのコーナーですね、これ今。やばい、もう最近
やってないから忘れてたわ。これ一回出してましたね、くじ引く前に。ごめんね。ではでは、今日のラッキーさんはだいちゃんです。おめでとう。サクッといった。ほんまに段取り、段取りね、ちょっと忘れちゃってました。ではでは、たいちゃん何番がいいですか？そう、まだ博多弁です。忘れちゃってたよ。横川はるちゃん、耳つき耳つきおもろいな。確かに。お、今日の気分にお任せで。おっ、オッケー。今日もじゃあ気分でいきます。何がいいかな。今日はこれかな。じゃあいきますよ。いきます。大ちゃん、吸い取ったけどもう好きやなか。バリ好きはい、ありがとうございます。4番にしてみました。はい、そして今日1位の徳ちゃん、ありがとうございます。ありがとう。ということで、わしもバリ好き、やったー、イエーイ。徳ちゃん何番がいいですか？ひよっこさんもありがとうございます。4番ほんと好き。ほんま嬉しい。バリスキーが好きすぎる、やった。出てちゃう。ハッピーハロウィンはるちゃんにお任せ。ハッピーハロウィンはるちゃん、はるちゃんの気持ちどうやろうな。どれがいいかな。じゃあこれでいきましょう。では、とくちゃんには傘を持っていただいていいですか？これでわかるよな。傘を持っていただいて、いきますよ。いきますよ。とくちゃん、あいあい傘やね。とくちゃんの隣はこれからもずっとはるかだけやけんね。約束。はい、ありがとうございます。2番にしました。傘来たらもうこれしかないもんね。そうよ、傘。あ、倒れちゃった。ありがとうございます。傘もありがとうございます。ずっと約束します。お、郵便切り現場。ハルーピー特別バージョンもらう。なんかこの格好でやってんのちょっと恥ずいな。これだってルーム開いてさ、これで出てきてるわけやろ。ちょっとなんか恥ずいね。ではでは、今日スペシャルギフトをくださった方の名前を呼ばせてもらいます。今日スペシャルギフトをくださった、味方町パパ泣きさん、ゆうすけさん、しむさん、あっきーさん、いぐっちさん、りさちゃん、だいちゃん、スノーマンさん、なちゅちゃん、ごっちんさん、ふうせんうさぎさん、ひでさん、なかこはらさん、フレンドちゃん、なぐのんさん、やぶちゃん、とくちゃん。待って、これ何回も読んでたらほんまにごめんな。ほんまにごめんなさい。ホリーさん、チカラさん、ひろぞうさん、さかさん、むらっち、しむさん、なあちゃさん、ワニとくまさん。この呼ばれてないよーって方いますか？
呼ばれてないよって方いらっしゃるかな、大丈夫ですか。一応ね MacBook 先生では見たので大丈夫かなとは思うんですけど、大丈夫かな。はい、本当に本当に皆さんありがとうございます。今日ね日曜日、せっかくのゆっくりできる日なのかな、みんなゆっくりできる日かもしれないのに来てくれて本当に本当にありがとうございます。めっちゃ久々になって、もう昨日もねやったんやけどちょっとしかできひんかったから、こんなね家でゆったりできたのは、ま、マジで久々なので本当に本当にありがとうございます。嬉しかったね。ちょっとこれからはるかはブログを送ってモバメ送ってアイス食べて明日までにちょっと最終確認してライブので、明日リハ起きれるように早く寝ますいっぱいやることはあったわからみんなライブも楽しみに待っててくださいお忙しいな、この時間からね、そうお忙しになっちゃうんですよ何気に。ではでは本当に皆さんありがとうございました。また来てね、おやすみなさい。無理せんでね、優しい、ありがとう、頑張ります、またねー。